怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。どうしてもというならば、まずわしを撃ってもらおうか。お前に会いに来たんだが、変な時に来ちまったね。忠和、お前は人知れず無理をしすぎなんだ。忠和、そこで安静にしているんだ。必ずお前を癒してみせる。さあ、大いなる絆の力で。歯車を回せ。すぐに兵糧をお届けするのだ。元気になった時に備え、俺らは武具を用意しとこうぜ。もう大怪我をしてほしくない。だからこそこのお守りが必要なんだ。あんたら血も涙もねえ。こう焦って突出するぞ。やるけど。紅蓮に染まれ、再火延長。忠和殿の背に戻る貴重な兵糧が、一人のために兵士総出で、これが絆か。こやつらを放っておけば大変なことになりますぞ。我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。家康様、忠和殿、お二方に顔向けできぬ。家康様を乗せて飛ぶのが忠和様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。天かける忠和様、もう一度見たかった。まあ、優勢を図るには悪くねえ。いい加減丘での戦いに慣れちまったな。よし引け。あとはみんなに任せるんだ。やさのカラスの鳴く声を、大切象徴に変わる新たな拠り所を。このまま水平線を目指しましょうぜ兄貴。歯車が欠けてしまっては、もうこの陣はもうダメだ。一旦引かねえと総崩れだぞ。この衣も持っていこうかな。ちょっとビリビリしびれるけど、かえって体にはいいかも。衣泥棒！あんた、俺たち増強の誇りだったよ。何の、さらに険しき戦の途で乗り越えてきた。俺の鬼を割りしないな。今は豊臣じゃねえ、家康様のために戦える。それが嬉しいんだ。ご苦労やるぞ。しゃしゃ重い。よりによってあの武器を。忠和、ダメだ、まだ動いては。どうしてお前はそこまで優しくいられるんだ。残されし場に我らの意志を集わせましょうぞ。なんだ、家康のことはあんたに任せた。俺たちだけの海ってことよ。あんたらは舐めすぎたのさ。俺たちをな。懲りたかい。ならもう鬼や近づかないこったな。見事だったよ。あんたは俺たちが。あの人が言った通りか。落とすか。
今一度わしと共に歩んでくれるか。水くせえな、おい。分かりきったことを今さら聞くもんじゃねえぜ、家康。さあ撃ってこい。この全身でその声を聞いてやる。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代謝だ。手加減はしない。だからしっかりと身を守ってくれよ。荒波に揉まれてこそ一人前の男ってもんだ。わしの負けだな。見事な腕前だった。てやおっといけねえ。道草食っちまった。ふっ、いくら鬼でも食らっちゃいけねえもんだってあるよな。ハハハハ。